Select your character. Noel Vermillion, Amane Nishiki.さあ本日2組目は大会には出れなかったんですが途中参戦というか先ほど来店してきたダムアマネ対するはシードノエルとなります。さあアマネノエルとか見たことないまであるんですけどこの組み合わせどっちもいなすぎてな。どうなるんだ。低投げしているのはノエル。ここはバースト打っていきます。さあ常にノエルがペースを握っている感じがするがハマレがどうするか。キャンディどうせ。さあジャンディが出ていく。これはノエルはバースト、ペチペチして引っ掛けだ。さあお互いふわふわしてて実況が追いつかない感じだが、ジャニビ止まれないですね。急には止まれない。一本選手したのはアマネ。さあレアすぎてどう実況したものかというところですが、先ほどの1ラウンド目はいわゆるアマネの勝ちパターンというか削り要素が一切ない試合でしたね。完全に立ち回り勝負。このジャンニー B を当ててと、うまく当ててね。ノエルも機動力があるんで。さあ空対空はどちらも強そう。あとスプリングレードはスカルジャニビー地上技でうまくつないでいく。さあハリケーン、ここはレベル3にしていく。ジャンビーがカウンターしてゴロゴロ。さあタチビーに 4D が噛み合う。さあアマネはレベル2と3の間をフラフラしながらチャンスを伺っている。処理をする。ここはバーストガードしている。さあ今日よく見るバーストラピキャンガードですけども、まあ、今のはやるしかなかったですね。まずはアマネが一勝です。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. Charging, charging. You get this. You get it. Charging. Charging.つなげできない。ジャンニー B がやはり 6A の上から降ってきます。このバレルからダッシュで立ち A、俺も何回か食らいましたけど普通に食らっちゃうんですけどね。さあ西にかかって、これはラッキャン使っていく。さあ俺あまり詳しくないんでコンボどんぐらい伸びるか分かりません。エジン立ち火上がってしゃがみくらい、ここは逃さない。三振につないで L 四点オーバー。こっからどうするか。
おっと6A が裏に出たか。さあ CA を潰す。あー裏に回る。スプリングレード裏に回ってしまうぞ。さあこれはどういうことなんだ。入力はどうこうよりもあまりのクライハンデの問題なのか。具体化いかがる。おっと中段割り込む。ボイル戦ちょっと慣れてる感じしますかね。今のもねバーンが当たってないですもんね。何ですかこれ。これ地面打ってやつ。投げも抜けている。いやしかし CA は食らって避けて。ジャンニー B がめんどくさい。ジェンリボルワーの高速にいかがる。ジャンビーカウンター。さあ今のミスかどうかわからないんですけど、グータイク。さあコロコロが当たって、あーやはりこのやっぱり入れ替わりますね。コンボが途中で外れるのか。1-1でファイナルラウンド。どういうことなの。逆に飛んでってんの。あまりがフルタイクメッセージして、ジャンディからガリガリ来る。個性で落として、さあ動けないノエルだが、ここは 4D を通す。バースト使っていきます。アサルトスルー、無理やり抜けてきた。アサルトスルーで戻ってきて、タチシーをダッシュでくぐる。さあノエルチャンス、ガメアジ。あーサルドスルーに当たらない。今当たるかなと思ったんですけど、アストロル当たりませんでした。さあ分からなかったですね。相手の位置をサーチしたように見えたんですが、相手が動いてるんで、そのままサーチ部分を外れた感じになりましたか。さあ1-1。なかなかレアな状況になりましたね。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. Zetto. Zetto. さあ一日で三試合目。ブランがオブティックパラルに2回当たって、さあしっかりガードしているが、ブルームトリガー2段目の直側ができなかった。あそこまでガードしててちょっともったいなかったですね。 6A これは読んでいる。銃弾が通ってレイドから、さあ CA 通す。ジャンビーカウンター。あーノエルに重ならない。2オーケー。
のノエルが重ねてきても 4D で回避できるのは結構やっぱり便利ですね。一本先制したらノエル、わお、なんかボルタっぽいわ、当たっている。攻めです、ロクビー通る、あのロクビー食らう方が悪いって感じなんですけど、俺だけじゃなかったな、食らうの。これ全部、ほぼ全部食らうから、あんな遅いの食らう方が悪いんですけど。さあゴリゴリいく、ああ便利、これだけでだいぶあまりはやりづらいんじゃないのか。どうなんだ、負けは抜けている、ガードの硬さはやはり健在。おっと、押し入れると判断したか。いやー、きっちりしている、決めきっていきます。さあこの辺の倒しきりの判断は大会中もそうでしたが素晴らしい。シノエルが2勝です。そっか、ハリケーンが 4D でかわされちゃうのか。これはここの点だけ見るとあまりきつそうに見えてしまいますが、え、あーそうなんだ、私は進まなければいけないの。 The wheel of fate is turning. Rebel 1. さあ 1-2 です。4試合目、まだ貫き寄って運んでいく、さあ OD しました、バキャン OD から、さあ OD 時間はやりきった、中段通って、さあバンバルコース、引っかかる、痛い、さあしっかりバースト我慢して覚醒ポイント打っていった、打ち打っていく、いやー5世のキャンカーン飛び越えると見せかけてのジャンニビー、1本先取したのはアマネ、ジャンエカウンターからしっかり拾っていく、これね、誘っていく、ロクビーかかるが、これはコンボ難しかったか、スリングレードは使っているが、スパコースも意外に短い。さあ空対空、ジャンビーカウンターからしっかり立ちで拾って、これはゲージ使っていきます。ラスト、さすがにこの体力は苦しいか、ノエル、ジャンビー、さあ置き技がやはり空対空で機能する形ですね。 2-2 です。いい勝負ですね。ただダマーマネ結構やっぱノエル戦慣れてるような、感じ、チェーンリボルバーのさばき方とかね、かなりうまい感じはするんで、全くわからんという感じはなさそうですね。
Rebel One, Action! Hitsuke! ジャニビッチ。スーター行く。落として。いやーうまい。さあしっかり1位で返からコンボ。カメラに追い詰める。ローク B 来る。さあチェーンリボルバーのガードより高いけど 6B は食らうみたいな。いえどうか引っかかるか問題ない。ジャニー B5 世から、なんと今の 2C は受け身狩りっぽかったんですが届かない。オリギア中段が当たって、さあコロコロラッキャンかのダッシュ系だ。動いてしまった。一本選手したなノエル。立ち B にコロッとくる。一枠にしっかり並みくらい確認して、さあ2シーンの後の触り直しの立ち火、クラストイガー化けたっぽいか、届かなかったか。うまく触った OD から、さあこれはペンリルまでつないでいく。倒しきりのお化けマジで、リーサル率高いですね。シードノエル再びリード 2-3 です。あらいい勝負でマジで。さあ立ち回りのらりくらりと引っ掛けて、リードをじわじわ広げていくのがマネー。対して一回どっかで捕まえて、画面足でそのまま一気に倒しきるノエルといった感じでしょうか。リボブラさあ6シー割り勝ちしてしまうとあんな感じでノエル側が攻め消してくる。さあ次はノーマルヒット。ジャニビー、あー素晴らしいダッシュ6。さあ俺はバーストしたが苦しいですね。あまねクーナゲ、バレットレーンまでしっかり決めていく。さあ一本先取したなノエル。6へ対空。さあそろそろ天音戦が分かってきた感じか。固め直しにしっかり 6A を、まあ天音戦のお見本ですよね。さあ勝利を持ってない相手にはガリガリやるという 6C か。あのクラッシュトリガー危ない。さあこのガンダッシュがまた鋭い青ビードだが、しっかりフェニルまで繋いでいって、さあというわけで 2-4 とここで差が開きました。シーソーゲームから脱却して連勝です。
さあ、シーノ・ノエルがリーチという状況。さあ、行きましょう。2-4 だから7試合目か。さあ、生 OD で今度はゲージを増やしていこうという。まあ、天音、白面、イザナミ、ツバキあたりはこの感じですよね。おお、すんげえ減った。あっと、リリータイク枠を切る。ドコン決めて、あ、痛いですね。移動キャラが許さない。マジで？さすがに坂パン指導では難しいか。あーっと、すべて読まれている。やっぱクルッシュであるとどうしてもね CA で押し返したくなるんですけど、ノエルはそこを枯れる。これがノエルならではの強みですね。やはり CA 昇竜拳系をうまいことかわせるね。うわーっと、しゃがみくらい、息入れ替え。中段が当たる。おやじ、前投げ通して痛い。さあ、これは苦しい。中段通るバスト。さあ、どうする、アマネ。ジャニー B が当たって、こっち行くわ。あーっと、くぐったところシャガパン対空というわけで決まりました。本日2組目、ダムアマネ対シーノノエルは2-5で、シーノノエルの勝利となりました。2人ともお疲れ様でした。あなたは知っているのではないですか。いやー、レベル高かったですね。お疲れ様です。